メンバーセレクト。はい、皆さんこんばんは、本日は e スポーツスクエア秋葉原で開催されている KOF14 体験会の模様を、実況解説していきたいと思います。進行は角川株式会社で番組制作などを担当しております、私進藤剛が務めさせていただきます。さらに、助っ人としてスペシャルゲストにお越しいただきました。まずは声優界最強 KOF プレイヤー市木光弘さんです。この KOF14 で特に何の役も演じておりません、声優の市木光弘です。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それでも呼ばれるのはありがたいですけど ね、 ね、はいはい、そして、KOF14 プロデューサー小田康之さんと KOF14 ゲームデザイナー渡辺裕二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、プロデューサーの小田です。よろしくお願いします。ゲームデザイナーの渡辺です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今皆さんがご覧になっているのはこちらの体験会に参加されているユーザーさんのプレイ動画でございます。これから約1時間このプレイ映像を見ながらゲストの方々にいろいろなお話をお聞きしていきたいと思います。まあ、途中ちょっとグダグダになるかもしれないですが、まあ、ちょっと副音声気分でですね、まあ、ちょっとそうですね、はい、メーカーさんに気になるところとかもちょっと僕らもユーザー的視点でまだは、まあ、僕も本当ちょっとしかまだ触れてないんで、はいはいはい、気になるところもいっぱいあると思うんでその辺も、はい、触れていければなと思います。はい、では早速ですが今配信させているゲームプレイ映像についていろいろとお話をお聞きしたいと思います。はい、多分こちら今そうですね、我々のところにも見えていますが、はい、今ステージセレクトで始まりましたと。まず何よりあの、はい、開幕のスタートボタンを押した時の、はい、そうインサート音ですよね。コインインサート音、あれ会場がザワッというかわーって湧きましたよね。なりましたからね。懐かしいとかもうサウンドの狙い通りですね、はい、そうですね。もうそれサウンドの人に聞かせてあげたい。開始。お、あ、さあ試合が始まろうとしてますが、始まりましたね。レオナ対これも新キャラですよね。はい、はい、この新キャラのシルビーポーラポーラ、どういったキャラクターになっているんでしょうか。これはですね、ネッスの残党っていう。え、そうなんですか、はい、ネッスの残党。ネッスの残党ですか。ネッスネスっぽいじゃないですか。え？ネスの残党で電気を、電磁気力を扱う。はいはい、さっきから電気ビリビリしてますもんね、はい、ネスなんだこれ。はあ、じゃあまあストーリー上とかでやはり K ダッシュやマキシマとちょっとなんか絡みがあるのかなみたいな、なんかそういうかもしれないですね。かもしれない。アンヘルも出てますしね。あ、そうですよね。あ、そうだ、同じチーム。はい、いや、あ、違いました。あ、そっか。あ、そうだ、全然違う。ポーラー、そうですね、これチームなんですけど、はい、もう公式サイトで、そうですよね、今日先ほど、はい、公開して全チームが、はい、ちょっとつながりにくいみたいですけど、はい、そうですね、なんかちょっとかなりアクセスが集中しているというお話を。そうですね、ありがたいことなんですけど、はい、ちょっとご迷惑をかけていますが、はい、申し訳ございません。嬉しい悲鳴と言いますか。でこちら25、本日、プレイヤブルになっている25キャラの、技表も見れるんです。あ、今日使えるキャラクターの技表、ね、全部載ってるんですか。はい、全部じゃあ、まあ、ご覧いただく方もちょっとこんな技があるんだみたいな。そうですね、はい、映像を見ていらっしゃる方は ちょっぴり誤植ありましたけどそうなんですね。そうですね、まあ格ゲーではよくあることですね。そうですね、はい、それはちょっと多めに見ていただくということで、はい、プレイしている方はスタートボタンでコマンドリストも確認できるので、まあその一緒にやっている方と話し合ってコマンドリスト確認しつつ、ね、はいはい、まあ、技などを見たりしていただければなと思います。テリー・リョウ・キョウに関しては僕に聞いてくれれば早いと思います。ちょっとしか触ってないっておっしゃってたんですけども、質問というかもう要望が濃すぎて。要望じゃないです。そうですね、やっぱりそのどうしても最後にやっていた13クライマックスとやっぱ比べ、実際ちょっとやっぱりついてるじゃないですか雰囲気も、はいはい、なのであの時はああだったけどこっちではこうですね、なんでですかとか聞きたくなっちゃうんですよね。え、そうですね、13ではこうでしたけど、もう覚えきれないんで、もうツイッターで見持っておいてください。はい、14ですね、最近でも別のゲームでもね、いろいろ選択と変わっているところもありますけども、はいはい、ついでいるところもあればやはり14用にブラッシュアップされたところや、まあ調整したところも当然あるわけですよ。はい、あ、そうですね、まあやっぱり 3D ということで
僕あの 3D 格闘ゲーム本当に触っ、ま、全く触ってないわけじゃないですけど、はいはい、がっつりやったことなくて、ああそっか KOF もどうと 3D になるのかどうなるんだろうなと思ってたんですけども、まあその進藤さんもね一緒に触ってみたんですけど、はいはい、あれ KOF だわってなったんですね。はい、そうですね、ここの第一の発想はあこれは KOF だったっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。そこだけは気をつけて、そう言ってもらえるともう成功したんですよ。ですし、そのゲージ関連のところなんですけれども、これがなんかサーティーンだとこうドライブキャンセルですね。そうですね、今話題あのおーという声が会場で上がりましたね。はい、そうですね、まあ、スーパーキャンセルだったりとかは、はい、まあ、残りつつ、そうですね、ただドライブキャンセルという必殺技キャンセル必殺技みたいな、はい、ちょっとあの忙しく大変になるようなところは削ってあって、 でもなんか必殺技からマックス超必殺技、はい、からのマックス消費からの、まあ、今回からのクライマックス技とかのキャンセルのおかげで、まあ、派手なコンボもありつつ、ね、忙しくない、はい、忙しくなく派手みたいな、はい、気持ちいい、はい、ですよね。そのまあなんて言えばいいんだろう、クイック発動と言っていいのかあれですけど、そ う, そういうのも残しつつ、はいねはい、あったりするんで、そうで今画面で出たクラークがクーラー可愛いですね。おっと画面の方が あーよかったよかった、大丈夫ですね、はい、その今クラークが発動状態ですけど、はいはい、普通に発動するとゲージがフルにあって、クイック発動するとその半分になってますよね。そうですね、はい、はい、これによってなんかその普通に発動しながら戦うっていうこともだいぶこう視野に入れて、はい、そうですね、EX 必殺の使える回数っていうのは普通に発動した時の方が多いので試合を動かせることができます。クイックはクイックで、まあ、連続技で、まあ、そうですよね、連続技が伸びるいますけれども、はい、それはあの好みに合わせて試合の展開に合わせて使い分けていただくということで、 EX 技ここ単発で結構使えるようなやつだったらもう発動してて戦うもよしみたいなことですよね。さあ画面では個人から動いてますね、バンデラス服部が、服部くんが服部、このキャラはどういったキャラなんでしょうか。あ、このキャラはもう忍者に憧れるがあまり、はい、独自のトレーニングを繰り返してついに超人的な身体能力を手に入れたというキャラクターで、忍術ではないんです。神道的なノリにちょっと近い感じ。そうですね、あ、はいはいはい、ちょっと分身的な技もするんですけど、はいはいはい、それはあくまですごい速度で動いてる。そうそうそう、すごい速度で外野を一人で守るみたいな。はい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 、はい、だから彼自体は炎、少しは燃えさせたい。あ、テリーのかっこいい、はい、これ初手両方とも返せてきますね、チキさん。どっちをどうしようと。まあでも皆さんね、コマンドリストもすぐ見れるんで、はい、あ、通常技の振りを確認してます。あとテリーしゃがみ大パンチとか大キックにカラキャンセルは効かなくなってるんで、カラキャンは吹っ飛ばしが効きます。草薙はしゃがみ大キックカラキャン効くけど、しゃがみ大パンチはカラキャン効きません。詳しすぎる、はい、え、何時間ぐらい触ったんですか。3、4時間ぐらい、4時間ぐらい時間が過ぎてましたね。草薙新発生技もあるんで、よければコマンドリストを確認して、はいはい、お、そうですね、まあ、おそらくなんか、うん、そうですね、我々もこの配信席からこの配信ゲーム機があるところが見えないんですよね。すごい人がたくさんいらっしゃって、はい、テリーパワーチャージとかあるんでね。これはそういうよりマックスアップ、ね、そうですね、はい、マックスアップをすると EX 技が使える。あ、今出してる、出してますね、はいはい、あ、今の EX クラックは当たると相手バウンドして追い打ちできますよEX チャージと使うとコンボになるんでね。あ、そう、今作ぶっ飛ばしを当てると壁に、あ、そうですよね、もう当てまりドーンって吹き込んで、その後追撃できるんで、はい、ぜひあの狙っていってください、はいはい、画面足で吹っ飛ばし当てて追撃に。そうです、空中とガーキャの時は吹っ飛ばしにはならない、はいはい、ガーキャの吹っ飛びにはならない。あくまでも地上のぶっ飛ばしを当てた時、地上ぶっ飛ばしを空中で当ててもは吹き飛んじゃって、あくまで地上で吹っ飛ばし攻撃を単発で当てたとき。ケイダッシュ新派生増えてましたね。あ、そうですね、アイントリガーから、はい、そのまま前弱パンチか
前強パンチで、はい、今やってますね。あ、それですね。あのあれみたいですね、あの強パンチの方の派生が KOF99 の時にあったテリーの何でしたっけ、パワーシュートとかみたいな動きしますね。パワードライブとパワーシュート、はい、あ、もう往年のコンボが、はい、どなたがやられてるのか全くわからないですけど、いいですね。あ、ブラックアウト。お、おろしないで。いらっしゃりそうなんです。そうですよね。ずっと長くやってらっしゃる方もいるでしょう。お、レッドキック。EX レッドキック、相手バウンドしますよ。追撃可能ですよ、EX レッドキック。はい、負けた側が次のラウンドで、はい、パワーゲージ1本、あ、そうですよね、1本増えてましたよね。だから今、はい、今日負けたんで1本だったんですけど、はい、多分次丸々1本増える、丸々1本増えます。半端なゲージのところも変わらず、そうですね、あ、そうですね、2本になってる。それも有効に逆転要素として、はい、なるほど、はいはい、後ろに回れば回るほどパワーゲージも増えて、あと発動ゲージも長くなるんですよね。初手、あと初手、はい、発動の中のどん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 増えていく、はい、まあ、逆転性が、まあ、それはでも13の時もやっぱりパワーゲージのマックス本数が増えたりとかしてですよね。さあ次は少しは燃えさせてくれよ、赤い草薙今日。お、いや、ちょっとここでですね、はい、メーカーのお二人が、ちょっと、はい、そうしましたら小田さんが、一旦で、またSMQ 様で、はい、次はどなたがいらっしゃると、こういった感じですね、今回いろんな方がついていただけると、おー、というので、まあ、ご相談いただいた方に、まずはこの得意ジャンルについてちょっとお話をお聞きしていこうかなと思います。荒神は弱からつながりますよ。はい、ではご挨拶の方よろしいでしょうか。はい、すいません、新生 SNK からやってまいりました。はい、石沢こと、ネオジーというあだ名で、通っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。多くは語らないんですけど、格ゲーファンでの人にとってはちょっとおなじみな方では、そうですね、あ、ま、そうですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回ホームページはどういったことをご担当されているか。ですね、最近はい、僕も入りましたんで、はい、基本的に渡辺さんの方で、はい、キャラクター調整をされているんですけど、はい、まあ、それのバックアップというか、はい、まあ、特に新キャラなんですけど、新キャラの、ネタを、まあ、はいはいはい、こんなん大勝にちゃうっていうのを突っ込んだ上では渡辺君に回してる感じですかね。じゃあもうキャラクターについてのお話をちょっと、それじゃあ始めるか。はい、終わりました。はい、お、ヨウです。お、ヨウ。新キャラクター。そうなんですよね。新キャラの。新キャラ見たいですよね。そう、いないんだ、あんまり。今回、もちろん全キャラ、はい、思い出があると思うんですけど、はいはい、新キャラ、今回のプレイヤーのキャラクターがあって、なんかこうちょっと注目してほしいなというキャラクターがいらっしゃいますかね。そうですね。あ、僕の方は、はい、ずっと最近なんか、そのフリープレイでずっと遊んでるのはポーラポーラというか、はいはい、シルビー、先ほど出た、はい、シルビーはかなりだいぶやり込み始めてて、意外に淡白な攻めが楽しいんかなと思いきや、あ、新キャラ同士、新キャラ同士です、はい、じゃこの新キャラ、そう、ね、そう、ダイナソーが、ダイナソー、ダイナソー、強そうですね、新キャラ。ツッコミたいのはやばいわなんですけど、これ新キャラクターの枠に入ってるんですよ、僕らの白でも。そうですね、新キャラクターですね。ですよね。だって、コマンド投げもジャスティスハリケーンじゃなくて、絶滅ハリケーンですもんね。絶滅ハリケーンですからね。全然違う。全然違います。全然違います。全然違マジで。なんとかテュポーとか ないですよね。あ、ティーチポーみたいな、言わないですよね。ホセドガエビとか言わないですよね。俺言われます。ないです。子供たちをスマホとか言わないですよね。なんかコマンド、コマンドを確認して、これは優しい、ね、確認入りましたね。シルビーのコマンドですかね。はい、うん、まあ、やはり、236というか、基本のコマンド入力が多いですね。あ、なんかね、実験、はいはいはい、こう始めてます。クライマックス長期のコマンドも。あ、ちょっと会場はご案内が出てるんですが、配信はそのまま続けていい、はい、ということなので、はい、このまま続けましょうか。はい、
はい、あ、今なんか あのダイナソーが、ダイナソーが負けてしまいましたね。ダイナソーもしかしたら今これで、あのダイナソー敗北セリフもちょっと、はい、なんかあれですよね、子供たちよじゃなくてなんか恐竜たちよみたいな恐竜たちに謝ってるんですか。はい、お、そして、先ほど言ってましたバンデラスのコマンド表示、服部さんが、はい、さんあ特殊、ね、特殊技多いですね。兜割りだるま落とし、そうですね。注目してほしいのは、はい、一番上の、はい、これすごいですよね、はい、一番上のあの野球中継みたいなコメントが、そうですよね、コマンドため投げなんですよね。そうですね、下ため上パンチでコマンド投げっていう、25年ぶりぐらいですか、はい、25年ぶりぐらい今画面で出てますね、これですよ、はい、これ普通にやっぱりコアコパからこう投げとか、ダッシュ中にもできます。あ、そっか、ダッシュ中にもう斜め下に入れて、ダッシュ中にイカワサトシやってもらうとちょっと、あ、もう今今やった、おー、すげえ、斜めになった、え、軌道が変わるんですか。そうです、これ知らなかった。これもう10米ですか。あ、10米、あー、そっか、あ、10米じゃない、半蔵です、半蔵ですか、半蔵ですか、半蔵の、あ、シルビーも今消費やってましたね。あ、あ、これはまさかクライマックス消費を見るのか、半蔵がですね、畳返し、ほう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 、カラーもバリエーションがすごいな。そうですね、お、あ、そうですね、はい、これが畳返しです、うん、畳返しですか。確かに、先ほどの話じゃないですけど、はい、特殊能力があるかもないですか。そうですね、全然なんか力技でドーンって、そうです、もうただただただ力いっぱい地面を叩いてるだけです。力と技をある意味兼ね備えた、でも特にオーラを打つわけでもない。お、ポーラの、これはこれは出ました、ね、え、これクライマックス、これクライマックスじゃないですかね、さすがに演出的に。お、なんだなんだ、初めて見たぞ、はい、え、ヘッド、ね、玉、はい、あ、玉がビュー、はい、飛び降りです、ゆっくり、ゆらゆらした玉が、ゆっくり進む、あ、そっか、お、なんか、お、服部が、服部かっこいい、服部、まさかの、はい、服部くん、すごい速さで分身が、はい、そうです、あ、そうです、あれは分身ではなくてすごい速さで左右に動いてる。なるほど、まあそうですよね、もうサブスピードキャラだと分身ですけど、そうそう、一人ですよね、あくまで、一人です、あくまで一人です。なんかチラチラしてるのはそういうことです。あ、また新キャラ出てきましたよ、あの、あれですよね、キムの師匠のあの、引っ掛けた女性みたいな、愛人ですね、はい、これ山崎みたいじゃないですか、蛇使いですよ、これタメキャンセルできて、そうですね、上中下と打ち分けられる、はい、このキャラクター名はルオン、ルオン、ルオン、はい、お、特殊技から、これプレス発表会というものも先行で行われて、そうですね、実際も出られるから、はい、そこで発表されるんですね、はい、新キャラクターのキムの師匠のなんか、愛人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 、はあ、お、コマンド確認ですよね。お、技は少なめですね、シンプルな感じですね。そうですね、ヘビ使いと同じような技があり、はい、と、もう一個あれ空中、そうですね、空中で下、後ろ下、後ろキック技があって、あとは、こと突きと同じコマンドですかね、はい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 、の計3つと、調皮が2つ。こちらのルオンはどういったコンセプトのキャラクターだったんですか。そうですね、ルオンはもう意外と、まあ、今の技もシンプルな感じで攻めれると思うんですけど、はい、あのまあ、中間よりもちょっと離れたぐらいからあの攻めてもらいたいんですよ。で、はいはいはい、これ言っていいと思うんですけど、はい、最初あの渡辺君があのすごいあの若干ビビり気味 で、 あ、そうです、ね、ちょっとリーチ短かったんですよ。あ、そうなんですか。で、僕初めて見た時に、はい、あかんやんっていきなりボーンって伸ばして、はい、あかんやん。そうですね、僕もちょっと触らせてもらったんですけど、はい、結構吹っ飛ばしとかすごいリーチ、あ、そうですね、そうです、そうですね、うん、ステップを踏んで、はい、結構な距離からドーンって蹴りますね、いきなり来る感じの、そうですね、だから、はいはいはい、ある程度やっぱり中間距離が得意なキャラクターって、はいはいはい、意外とあのジャンプの KOF っていうイメージがありますけど、うん、はいはいはい、地上でガン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 そう中距離で攻め続けて、うん、はいはいはい、いきなりガッと 真ん中突っ込んでいくみたいな感じのがいいんかなっていうのは話してたとは、うん、結構どっしり構える感じの、はい、ありますね。見えるかい、ネルソンですね。あ、そしてボクサーのネルソン、はい、ボクサーキャラヘビー D ではないんですね。ヘビー D ではないです。あれ、このキャラ左腕がなんかメカみたいになってません。マシンですね、これ。そうです、義手ですね。分かった、これもネスの改造人間的な、ネスで、まさか、あ、ではない。そうです、彼はとある
企業から、はい、企業からそうですね義手を義手してみないか、はい、その彼自体その飛行機の事故が起きてしまって、はいはい、それで片腕を失ってしまうんですね、はい、もともとボクサーではあってボクサーでそれで片腕をなくしてしまう疲れてしまうんです、はいはいはい、それを、とある企業が義手をつけてみないか、はい、そしてこう利用大会があるからあなるほど、はいはい、これをつけて出てみなさいと提供してもらって、うん、そして今作に出てるとなんかそのチームをなんか組んだ経歴みたいな それぞれのチームの始まりのストーリーみたいなものが今まであったじゃないですか、はい、結構それも今回あるんですか今回もありますある、はいはい、ありますなぜこいつらがチームを組んだのかみたいな話がある、あるもうちょうど公開しますああ楽しみですねでも今回はロームのクライマックスロームのクライマックスあらそうあら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 お尻なんて演出をつけてくださってありがとうございますありがとうございますご褒美ですねご褒美ありがとうございますさすが愛人になる女はいあとルオンの方あはいはいはいなんかちょっとですねカンペが来ておりますじゃあちょっと一木さん、はい、読み上げていただいてもらえますか、まあ、声優さんですから国内初の KF14 体験会を秋葉原の e スポーツスペアにて開催しております体験会は21時まで開催しております、お時間の